ってことは、今日からそのラストライブに向けたレッスンに入るわけですか？そうですか。終わらせるための訓練、どうも気乗りが。ああ、ダメだダメだダメだ！もっと前向きにならないと。菊池君なら少し前に外へ出て行ったよ。鉛のように重いため息をつきながら。ああいう顔、なんというのかな、例に正気を吸われたような顔をとても言うのか。どうすればいいんだ、僕いつからこんな情けない人間に。あ、プロデューサー、すみません、最後の最後でみっともない姿さらしちゃって。悔しいです。今日歌う瞑想マインド、あの振り付け最高に好きなのに、このままじゃとてもバシッと決められそうもありません。これまでの思い出話でもしましょうか。そうすれば少しは気分も。プロデューサー、結局僕たち文句なしのトップに立てたって思っていいんですよね。そうですよね。僕たちがここまで来られたのはきっとプロデューサーが歌の練習たくさんやらせてくれたからです。ついてきてよかった。デビューしてからいろんなことに挑戦してきましたよね。今振り返って思うのは、僕にとってアイドルやることの意味って一体何だったのかなって。初めはただの憧れでした。でも途中からそれ以外にもいろいろ出てきて、今はもうごちゃ混ぜです。夢とか意地とか成り行きとか、これの整理がつかないことにはすっきりした気分でステージに立てないと思うんです。それからその先を目指すことも。はい、これまでの僕を見ててプロデューサー、どう思いました？歌や踊りそのものが？どうしてそう思うんです？バリカン、そうです、僕いろんなものを買いたくて。さすがプロデューサー、今日のライブも積極的に動くことで突破口を開ける気がします。まずはアクションですね。はい、どうなるか分かりませんけど、今の力を出し切って今後の自分の自信になるような、そんなライブにしたいです。行きましょう。